こんにちはひろちゃんです今日はヒータータについてのコメントです普段カイロを張っていますが結構回路もコストがかかるのでヒーター服を購入しようかなと今検討されている方からですがヒーター服を私は朝着て夜帰るまで電源をつけっぱなしですけども電源が 朝はつけて夕方ままででつつきっぱななしととといいうここははくてての間にかお昼は切れてることがあります夕方寒くなってあれぬくもらんなと思って気が付いた時にスイッチを入れ直していますので何時間充電が効くのかバッテリーが効くのかはちょっと分かりませんけどもそれと寒いこんな冷たい風が吹いたりする時にちょっとこう背中がくっついてくると温かみが感じてだいぶ違います。 ただ私がヒーター服の上にはエプロンを着てますのでエプロンは前はいっぱいあるんですが後ろは背中が切れていますのでエプロンじゃなくてジャンバーのようなものを着ると中でヒーターがぬくもってさらに暖かくなるんではないかと思っていますちょっと後ろ向いてみてくれるはい、あこうやって真ん中が切れちゃうがやねそうそう,そうはい。だからこのヒーター服を上からこう覆うような ジャンバーとか何か薄いものでもいいですので何か羽織ると中の引いた服のぬくもりが外へ抜けなくて温かみが背中に十分に広がっていくのではないかと思いますまあでも寒い時は助かりますああやっぱり違うなと思いますでもカイロと比べるとカイロの方は自分の欲しいところへ下着の上とか体にくっついた洋服の上にペタッと貼るので かかかみは回路の方が暖かいかもしれませんでも長く使えることを考えるとヒーター服も私は重宝していますバッテリーの持ちは途中で切れたりするけど、うん、まあ8時間ぐらいは電源入れたらまだつきますのでとそうそれとバッテリーの替えも多分売ります替えは売ってますので、まあ、2個バッテリー持ってると安心だと思いますありがとうございました2個